はい、皆様おはようございます。朝ドロウォッチャーのまこきたさんです。今回も虎に翼史実考察の方ですね。ヒロインともこに法律に関心があるならうちに来なさいと誘う穂高重親とは、どのような人物なのでしょうか。彼の史実のモデルとなった人物や家柄、そして女子部で卒業できた生徒の割合や、弁護士になれた卒業生の割合などについて具体的に紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。小林薫さん演じる穂高重親は、猪爪智子に法律を学ぶならうちに来なさいという明律大学女子部法科の教授のようです。智子の法学の師、生涯の師となっていくようですね。はい、それでは穂高重親、史実のモデルとなった人物は誰なのでしょうか。穂積重遠と考えられます。その理由についてですが、智子の史実のモデルとなっている三淵嘉子が法律を学ぶために進学した明治大学女子部を創設したのが他ならぬ穂積重遠だったからということです。はい、それでは穂積重遠とはどんな人物なのか、簡単に紹介していきたいと思います。穂積重遠とはどのような人物なのでしょうか。家柄にも注目です。重遠は明治16年4月、東京生まれで、祖父はあの日本資本主義の父と言われた渋沢栄一です。渋沢栄一は新紙幣の肖像画にも採用されていますね。その後、穂積重遠は法学者となり、専門は民法だったようです。日本家族法の父と言われるまでになります。重遠の母で歌人の歌子が渋沢栄一と千代の長女ということで、重遠は渋沢栄一の初孫だったようです。そして重遠の父、穂積信重もまた法学者で、重遠はその影響を大きく受け法学者を目指したと言われています。父信重は明治から大正の法学者で、日本で初めて法学博士の学位を授与された人物のようです。重遠は東京帝大法学部卒業後、同大学講師を務め、後に東京帝大法学部長を3期務め、最高裁判所判事などを歴任されます。著書には民法総論、相続法単位など、中でも離婚制度の研究は900ページに及ぶ大著だったようです。そのような傍ら、穂積重遠は女性法律家の要請についても思いを巡らしていたようです。穂積重遠は女性法律家の要請についても常々気にかけていた法学者。本業の傍らで明治大学女子部の創設に尽力され、1929年から明治大学専門部に女子部が開設されることとなります。当初の入学者は150名でしたが、1932年に卒業できたのはわずか54名だけだったようですね。1936年からは現在の司法試験にあたる高等文官試験司法科を受験することができるようになり、1938年になって初めて女性3名が合格したということで、その3名が三淵嘉子、中田雅子、久米愛ということです。三淵嘉子はドラマでは猪爪智子として描かれていますね。そして久米愛なんですが、予想では山田ヨネではないでしょうか。久米愛は日本の女性運動において指導的な役割を果たしたとあります。一方、山田ヨネの人物像ですが、
女性の社会進出に熱い信念を持つとあります。二人は似ているなと思いましたが、どうなんでしょうか。そして中田雅子についても、今後ドラマが進展していくことで浮かび上がっていくかもしれないですね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。